せーの、こんちゃす。牧彦です。梅谷です。キヨキヨです。ちらお願いします。お願いします。第2回キジコーチの指導受けよう。ラッキーや。第1回ですね、前回無回転をキジコーチに教えていただくというのをやりました。あれすごい上手かったよね。教えるのが非常に上手で、言語化も上手で、本当に素晴らしいものでした。キジコーチというのはですね、体重が125キロございまして、ダイエットを始めたんですね、はい、130キロになった男なんですけども。すごいよね、ダイエットして太るって、うん、最近ダイエットやめたんですよ。もう、ほう、増えるから意味ないからダイエットやめるわってダイエットやめたんですよ、うん、124キロになりましたそんな感じで、そんなキジさんがいますので、彼10年間なんてコーチしてました。おすごい。サッカーコーチ俺らでもできる。無理無理無理、教えるの難しい。あんなでかい人がサッカー教えれてたので。そして彼なんとトレセンコーチも、そしてなんと彼キーパーのライセンスもえぐいや。なので非常に素晴らしい指導を今日は皆さん見れると思いますので、今後こうキーパーをする機会があると思います。皆さん、はいはいはい、マッチとかでも、あ、今日これキーパーしようみたいな、この女性パンチングとかあると思うんだね。女性パンチングすんねん。女性が、俺女ちゃん。キジさんのキーパーの姿をね、今日は皆さんにお届けしたいなと思いますので、一緒に勉強していきましょう。おっしゃ。今日の生徒ですよね。はい。お名前、上田達也です。お願いします。お願いします。36歳です。こう見えて36歳なんです。あ、では来ました先生ですね。はい、お願いします。お名前だけ。あ、キジです。お願いします。お願いします。キーパー歴長いんですか？自分がやったのは中学校の時だけですかね。で、高1からトップ下フォワードに転向してしまったんで、まあ実績っていうところはあんまりあれかな。じゃあ教えられへんやろ。トリセンの方で、ゴールキーパーを教えてました。あ、それ素人やけど教えてたみたいな感じなんですか？いや、ライセンスも持ってます。えぐいやん。なんていうライセンスなんですか？一応ゴールキーパーレベル1なんですけど、2とか3までは行ってないんですけど。じゃあ今日生徒さんにじゃあ早速教えていただきましょう、はい、お願いします。つけながらでいいんですけど、どういうのを教えるんですか最初？まあまあ基礎から順番にいかないとやっぱりできないと思うので、いきなりね、そんな曲語はめてないですか？左手に右手はめてます。早く突っ込んでくれないと。あ、ボケなんですか？最初アイスブレーキ。あーこっちにいらないですよ。生徒さんにアイスブレーキしてもらう、入ってないですよ。何してんすか？サイズ間違ってる。いや、ゴールキーパーグローブはそのゆとりやったらあかんから、もう取れなくなるぐらいのきつさしてますよ。今後もそれですけど大丈夫ですか？ちみちや。手やめで、その動き。別にその動きせんでいいやん。一個にこんな時間かかるんすか？キーパーずっとやってる人ですよね。聞いてぶつけないとそんな時間かかる。めっちゃ早いんですけど、生徒さん。お、これちょっときついな。何やねん、お前。こんな先生やねん。免許あるんすよね。え？免許っすか？あ、一応。まあ、別にそのライセンスがなくてもいいと思うんですよ、僕は。でもただトレセン教えるときに一応必要って言われたんで取りました。それ上手いやつがライセンスなくてもいいっていうのは分かるんですけど、下手なやつがライセンスなくていい、それただのわがままですから。えはんどっちやわ。じゃあ早速行きましょうか。やっとですね。オッケー。じゃあ今日キーパーやるってことで、はい、お願いします。キーパーとかは、知ってる？どんな、どういう、いや、どういうポジション？やっぱり分かってないと思うんです。どういうポジション？なんか、まあ、守るポジションとしか思ってないんで。まあそうやね、守るポジションでやったら、まあ、ディフェンスでもいいかってなっちゃう、ね、そうですよね。キーパーって言ったらやっぱ一番大事なポジションだ、はい、一個一個の動きがこう失点につながってしまうっていう。なるほど。その重い、はい、ね、役割。はい、強っ。そうやね、まだ無理やね。今何やってたんですか？片手でも出るんですか？あ、普通に。え、何が？ボールって片手でも出へん。じゃあ俺らは知らんから。ああ教えてほしいなって。キーパーってみんなこう思って。嘘だけは絶対言わんとってな。真実味がないな、前と違って。なんやペライな。なんやペライ。前はマジでその教えてたけど、なんか今嘘ついてなんかわけわからんことして持ってるから、真実味がないから。なんなん。頼むわ。ほらお前もやる。いい。ほら黙っといても。あ、ごめんごめん。そう、知らんやろキーパーのこと。知らんしてた。してた、やってた。ライセンス持ってないけど。教えたことあるキーパー？もう別にそのライセンスがなくてもいいと思うんですよ、僕は。これ見てほしいんやけど、これ結構ね、こうキーパー最初教えるとき、おにぎりとか言うけど、おにぎりやったらここが近すぎてこれ取りにくい。おにぎりとは言うんだけど、ちょっと三角意識してちょっと広く。さっきそうしてましたよ。やってみて。これやったら広すぎね。こうやって通っちゃうから、ボールがこう、こっちに通っちゃうから、こう、間割れちゃう。どういうこと？正面から来たボール、こう、こっちになって入っちゃうから。いけてたけど今。あ、いけてた。無理やりお前がやってたから。いけてた、いけてた。コーチが無理やりやってたから。そういう教え方してるんや、普段。こう、間通っちゃうから、間通っちゃうから、だからこうならへんように。嘘で教えてんか、こいつ。これが上が開きすぎても良くないし、下が開きすぎても良くない。しっかり三角形作ってあげて。この時に良くないのがこれ、ここ。あ、そうなん。肘上がっちゃうと。知らんかったわ。ゴールの前でやろう。リアリティ、リアリティ。
金さん、ちなみにその好きなゴールキーパーとか いたんですか。これ言うのあんま嫌やねんけど、みんな知ってるし。はい、誰ですか。お前ノイアー選手が好き。キーパーってそもそもキーパーの技術だけじゃん。基本の全ての技術プラスゴールキーパーの技術やから、それができるのがゴールキーパー。だからゴールキーパーって結構なんか、いや誰もみたいな、で小学生の時とか中学生の時ってなんか大きいやついっとけとか適当に言われると思うんですけど、大事なのはその技術、ベースの技術ありプラスゴールキーパーの技術やから、一番上手いねキーパーって実は。次はこう来る前、こう来る前手どこに置いとこう。あ、そこでいい。じゃあここのボール、あ、ほら反応遅れるね。反応できてたんですけど、手の位置どうしよう。ボールってどこに来るやろ。分からへんやろ。分からへんやろ。ってことは、ってことはどこに来るでしょ。招待しない。だからどこに来るやろ。答えないくよ。それってことは決まってないよね、どこに来るか、うん、じゃあどこにでも来る、うん、じゃあどこにでも対応できる位置、うん、どうやろこれ今の位置、どう、これベスト、自分の、はい、あ、ベスト、うん、じゃあその状態でもしここにボール来たら無理やね。それは無理や。あ、ごめん、ボール拾ってくれる。あ、ごめん、走走走。じゃあ手の準備、どこにでも行けるとき、どこにでも行けるとこ、どうやろ。これが行けるとしか思えないです。だからなんでこれが遅れるかっていうと、多分下には早く反応できるもんね。でも上にはちょっとやけどね、ちょっとベーコンも何秒の差かもしれんけど、でもそれで失点ってしちゃうから、その位置を止めたいから俺たちは。俺だからキーパー代表して、手はもうどこにでも行ける位置に置いといてほしくて、近距離やったら別に、近距離やったらもうここまでやってきたらこう下げたらいいかもしれんけど、どっからシュート来るか分からん。なんかさっきリアリティ持ってゴールでやろうかって言ってたんですけど、今ってどこですかこれ。はい、答え言えや。だからしっかりどこか、どこやねん。答え常にこの位置に準備してあげる。あ、そこなんですか。え、キーパーそんなとこなんですか。で、個人の差はあるよ。その上が得意やったらちょっと上はとか、その人の差はあんねんけど、基本的にもうここ。え、ほんま、ほんま。え、ジャイさんとかケイスケとかそんなとこ置いてる。なんか こんなイメージ。そうそうそう、それは近い距離のシュートやからじゃん。ウィナーズって結構近めでシュート打ってなんかウェーとかやってるやんか、あのしょうもないシュート。え、あ、ウィナーズに対してどう思うんですか、キーパーの。これあんなシーンないから普通に試合中に。でもジョイさん、あ、だからああいうのって結構近め、もうペナ中ぐらいやったらもうこの準備や。上来たら怖いし。あ、ジャイさん、ジャイさん、じゃあ普段どんな感じなんですか。え、ジャイさんこう。は、はい、え、はい、こうやって蹴るよっていう時に、おい、はいはいはい、もうストップストップストップ、今の、ほら、もうこれ、手ね、右と左まだ左右差があるの分かる。はい、左右差がある。ありますね。左右差ダメダメダメ、絶対イーブンなところに置かないと。普通にシュート打たれると仮定して、しっかりこう蹴るとした時に先の準備を、この瞬間には準備。あ、いいね、いいね、いい、めっちゃいいやん。この子シュート打たれる瞬間にはもうこうやって構えとかなの。だっていつ打たれるか分からへんから。初めて基本打たれる時って構えるくないですか、うん、全然構えへんやつおる。全然ゴール前でやってる。リアリティとか言ってたよ、うん、ずっとスローインの方にやってる。おい、あっちにあっちに。これあれやねんけど、あのほんまに結構なみんなやったことないから分からんと思う、ね。まあ、大人やったら90分かな、まあ、子供やったら20分ハーフとか、まあ、時間よると思うねんけど、あのずっと長い時間集中しててやっぱむずい。こうやってだから小学生とか、まあ、始めたての子とかはやっぱそこ意識ないから見ちゃうねんな、試合の動きを。だからこうやってほんでシュートロング打たれて、あ、準備しやがったみたいなのがよく、もうこれが一番多い。それが一番多い。これが一番多い。嘘やろ、そんなシーンあんま見えへんけど。これ結構ほんまにロングシュートが傷打ったら飛んできてるみたいな。そう、もうほんで準備遅れて、その準備はすんだけど、もうその間にはもう来てるから。どんなチーム指導してきてんお前。入っちゃうみたいな。でも早速じゃあシュート行きましょうか。打っていいですか。あ、まだまだまだ。じゃあちょっと今の感じリラックスして、リラックスして、はい、軽く投げるから、はい、キャッチ一回してる。あ、いいね、いいね、いいね。ちょっと電動するから。キリさんもキャッチしてください。いいね、いいね。キリさんも変なキャッチ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとそんな、ちょっと取り方おかしいぜ。いいね。君の取り方なのおかしいな、先生。いや、それ下はこう。いや、お前今何やってた。一回もう一回タッチさん投げてください、キリさん。投げて、はい。オッケー、はい。それ何なんですか、取り方。大丈夫。上下何なんですか。これはダメ、絶対。このファンブルしちゃうから。ピンポイントで点で取らなきゃならない。そうなんて、しちゃうから。なんでスターこのことやるんですか。オッケー、そうそうそう、変な指導者。そう、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。じゃあもうシュートいきましょう。どこで行くか分かれへん。あ、いいね、できてる、知ってるやん。ボールこっち来た時はそうそうそう、足折ってあげてね。そう、ナイスナイス。あ、いいね。携帯一回見せてください。で、ここにゴロちょうだい。じゃあこう迎えに行ってあげて、こう、もうここまで行ってる。おっと、え、ここまで青タンできたやろ、お前多分今。じゃあこっち行ったらどうやろ。あ、あれあれ、どうやろ。じゃあ一回キリさん見本見せてください。横に転がされた時、そう、こっちやったらもう足こっちやない。こっちに来たらこっちだけど、でもこれ結構難しいねんけど、近づいてくんないし。そのドイツとかはもうやらない、これを。ドイツとかはドイツ知ってんのかお前。来たらこう、え、ドイツはもうこれが正しいってなってる。もう一回見せてください。今ドイツやってください。こう
そう、なんか理由あるんですか、その膝折る。もうリアルにそう、ドイツとかマジでシンプルに止まれば正解、入ったら失敗っていう世界でやってるから、やっぱちっちゃい頃からこっちに向けていいか、もう一回やってるこう、これ向かいに行ったんです。それ逆、あっち向いてちょっと一回やってみよう。さっき俺の見本見せるわ。じゃあ上沢君、じゃあちょっと振ってもらって。おお、いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。そオッケー、もう準備準備準備で、しっかり手を動かしてあげる。はい、おい、それは無理。準備ちょちょ、準備してるけど今正面キャッチやから、どこに来るか分からんから、常に準備分からんけど、順番があるから、相撲の最後か、順番あるから守って、そう、その後に来るとこ分からへんのとかするから、いいよ、リラックスして準備準備。あ、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、いいよいいよ、そうそうそう、あ、そこのキャッチどうやったっけ。あ、いいねいいね、そう、すぐ思い出した、ナイス。触ったりすんだ。オッケー、いいね。結局でもドイツの教えの方がいいんすか、キリさん的に。入らん方が、うん、だから日本は遅れてるっていう考え方もあれば、そのまあどっちが正しいってないし、止まれば正解やから、それじゃあドイツやんけ。え、でもプロの世界ってそうや。じゃあドイツやんけ。ドイツ人は足も長くて手も長いから、あれでシュートストップ止まんねん。お前は手も短くて足も短いもんな。そう、日本人の特徴 な日本人の代表の体型ちゃうわ、お前。ジャンプの時どうやってキャッチしよう。あー、ダメや、ダメや、ダメや、試合中に移動してる時に両足で止むなんてことはできない。行き切ってこうやってから止まなかった。片足どっちか、上上上。お前、逆投げたりすんなって。あるでしょ、そういう状況。今説明中やから、説明中、わかる。真上真上、ハイボールくれ。居酒屋か。ハイボール、ハイボール。そうそう、この時に。いや、うそ、え、なにほんま、なに今の、ほんま、え、全部ほんま。あ、じゃあ練習中やから、よくないうそやろ、今の、ほんま今の。じゃあ、じゃあ、あの、足をどっちか、踏み切り足でって、片足でしたけど、片方。あ、今、片足見てるために。あ、なるほど、片足でって、踏み切り片足で、これだ、足出すのなんでやろ、これなんでやろ、知らんって。なんでやと思う、考えていい。近くに俺、相手をブロックするため。なんで知ってんねん、偉いな。合ってるんですか。正解。フォワードとか突っ込んでくるのから、え、膝蹴りするんすか。え、そうやで、ほんまにブロックするために足を立てんねん。ほんまに、ほんまにこれ。そう、そんな膝に当たったらフォワードかわいそう。知らんよ、そいつが突っ込んできてんねんから。そんなやつぶつかったんやねん。え、そうやろ、普通に。怖っ。ハイボール来たら、ほんまにしっかりボールファンブルしないために膝立ってやる。ファンブルしないとダメかい。フォワード来ないとダメちゃうか。ぶつかってファンブルしちゃって押し込まれるみたいあるから。いや、押し込まれないように膝立てて。いや、普通に敵を殺すために膝上げる。どっちなんこいつ。次これ、右来た時に、いや、横飛びのやつですか。サイドに高いボール、ハイボール来たら、まず、はい、こっちは高いな。え、高いよりか高いなっていう。今教えてる段階ね、見せる段階と段階、教える段階がある。タン、焼肉の味ですか。でも高いの。そうで、右行く時は右足だ、左行く時は逆足。ほんま、ほんまよ。何を疑ってるの。トレセンのコーチやで、この時に足やねんけど、まあ、リズム合わせてあげて、左逆やった、逆な、右左。あれ、ちょ、止めれたらええんちゃうの。左か、何してんの。正面に寄ってスリラー出たら、左右左で蹴ってあげる。スリラーか。もう打たれてください、早く。何が打たれてくださいよ。順番にやるの危ないから、怪我するって。キーパーの子が、キーパーの子が怪我する。そのメガネかけてキーパー足の方が危ない。俺は大丈夫、コーチやから。コーチやったらいいんですか。コーチが大丈夫。先生やったら2ブロックしていいみたいな感じですか。そうそうそう、そうなん。あの高速がある意味わからんから。あ、え、高速に対しても言うんですか。うん、それは言った方がいい、絶対生徒全員で言った方がいい。遠藤君何時までですか。スパイクレビューあるっすよね。そうそうそう、で、この時にそう、何ですか。足上がるの、足上がりすぎて危ない、フォワードに当たっちゃって危ないから。今何分、フォワード、え、フォワードに当たったってさ、え、やばい、走り込んできたフォワードとかに当たったら危ないから足上げたらダメ。いや、なんかさっき足上げてみたいな、 あれはね。でもこの状況やったら引っかかっちゃってみたいなのがあるから。あ、見本見せてくださいって、先に全部こっち、こうね。足めっちゃ上がってましたけど。足めっちゃ上がってましたけど。危ないって言って下げさせたっすよ。危ない危ない危ない。こっち、足上がってるぜ。
上半身からズドンっていっちゃうと体痛い、はい、痛いからしっかり、あ、しっかりこう来たら足はん、いい、それはいや、うんうんって言ったやん、違うね、あんま良くない、あんま良くないことやんの、それ言わないと、その見て始める人が足は上げたらダメです、じゃあやろう、足上げんとこ、上がっとるやないか、この辺に投げてもらって、最初はで、この時にさっきのゴロン、ゴロンの時と一緒やねんけど足出してあげる一歩、その方向に対して足一歩出してあげてしっかりで、この時にこける時もしっかり足の下から順番についてあげる、おー、なるほど、聞いたことある、そういうの聞いたことある、なんか一回投げてみて、ここで一歩出てこう、ドシン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 、オッケー、じゃあちょっと先生しんどいからちょっとやってみてどんな先生やねん、おお、はい、はい、後ろ向いたらダメね、行く方向に対して一歩斜め前に出してあげる、そう、おお、そうそうそう、いいね、ぽいぽいぽい、いいよ、よくなってきた、持つな上、お前生地、うん、その後上向いたらダメ、はい、上向いたら上向いた時にキャッチしてんのに誘かれて入っちゃった、もうこういうキーパーチャージやろ、ブロック壁してあげる、もうシュート打たれても、今のは順番にこけてローリングダウンでやるけど、次セービングはしっかり飛んであげる、ちょっと無理かも、あれですぐシュート打たれる、ダメだ、あ、首ボキってこれぐらい、これぐらい、お、そう、うお、すごっ、って感じで飛んであげる、今度は一歩の踏み出しで飛んであげて、しっかりつく時もさっきと一緒じゃない、さっきと一緒のことずっと言ってる、結局ドイツってあれですよね、入らんかったらいいですよね、入らんかった正解、じゃあもうタチヤさんとキジ3本勝負でいいですか、いや勝負にならんけど、勝てるっすよね、そりゃそうや、まだ指導されてないですもんね、全然全然かわいそうだけど、いける、じゃあ行きましょう、準備ね、ナイスキーパー、あれ教えたこと一個もやってないくて止められてる、うまいな、うまい、え、ナイスナイス、うまいんすか、うん、シュートブロック止まったら正解から、ドイツやん、いや教えたこと一個も使ってない、まああの位置には全然、うわ、ナイスキーパー、キャッチしようか、はい、キーさんであれくらいキャッチですか、うん、あの距離はもうキャッチね、絶対に、はい、あの横行ったらスローなんやから相手の、確かに、3つ目ラストお願いします、ポジションずれてないですか、やってあげて、いいですよ、さあね、今のほら真ん中の位置からずれてるから、やっぱそっちへの距離ができてもうてるから、だから今のポジショニングしっかりボールに対して正面立たないと今みたいなことが起こっちゃうね、やってあげて、 OK、 もう一回打ってもらおうか、もう一回準備して、もう一回やってあげて、3本勝負なんですか、今の失敗したらいいチャンスや、次学べるチャンスやから、今そうしっかり中央取ってあげて、でボールここ最初にここで動いたら位置変わるよ、 OK、 そう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 、常にボールに対して正体、よしやってあげて、そうそうそう、あれどうした今触ってたで、触ってたってことは止めれるから、はい、そうなの、 OK、 触って入ることもよくあるんですよ、うん、触ってたら止めれる、絶対に、見本見せてください、じゃあ見本、え、大丈夫、今の負けのまま終わって詳しくない、詳しくない、詳しくない、いや詳しくないよ、悔しくない、悔しくないって今教えられた、最後入れられてんで、いいのそれでキーパーがダメやろ最後の取り出やで、それぐらいの気持ち持ってやろうよ、はい、ボールの位置変わるで、オッケー、ナイス、ナイスな、オッケーオッケー、球が全然違う、いや、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、でキッカーがいいんすか、うん、めちゃめちゃいい、その成功体験で終わらせてあげるってめちゃめちゃ大事だ、わざと緩くみたいな、ナイスナイス、そう、ポスト位置ずらしたりしてる、え、でも棚の練習でそんなポストこだわるんすか、当たり前やんけ、1ミリ違うだけで全然跳ね方ちゃうねん、いや反応してんやん、最後の取り出やで、それぐらいの気持ち持ってやろうよ、ちょっと同じとこやな、動けや、最後の取り出やで、それぐらいの気持ち持ってやろうよ、いいですか、よっ、1個も止めへんやろキーパー、動けや、最後の取り出やで、それぐらいの気持ち持ってやろうよ、ちょお前下手すぎるって、いや結構うまいわ、いや達也さんには触られたりしてたんですけど、そう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 、だからリーチもあるしな、俺やっぱ短い、日本人の体型に近いんだけどドイツに近いから、どこかやねん、日本人にこんなんおらん、え、やっとしたらそれなりのやつあったんじゃないですか、いやいや今のシュートめちゃめちゃうまいな、ちょっとレセン推薦しとくで、いいいいいい、普通にいけると思う、多分上の方だから結構あれじゃ、止めたことないやろ、その普通に今のなかなか難しい構成、そのマキシカチューブ、はい、どうでしたキーパーの
いや、その俺は実力がない人が教えるのは良くないなっていうのはもうもろに分かったな。なんか簡単な基礎だけはこう教えてます感がすごかったな。いざ本番になったら自分は何もできひんっていう。このキーパーが多分素だった時に俺が教えたでっていうタイプの。でも生まれへんと思う多分。生まれへんな。微動だりしなかったな最後。もう手もここちゃうかったし、うん、ここやって言ってたのに準備って言ってたのにやつなんかまあでも言語化はうまかったですね。また、うんうん、またなんかコメント欄でこれ教えてほしい記事コーチみたいなのあればコメント欄待ってますんで、よっしゃよっしゃ。